バルバスオフィシャル YouTube チャンネルをご覧の皆様、明けましておめでとうございます。ドラムのアキラです。カメラの高城です。今年も明けました、2022年ね、まあ、始まるということで、まあ、今年のそうですね、はい、展望というか、まあ、去年のこともね、多少話交えつつやっていきたいなと思っております。よろしくお願いします。バルブスオフィシャル YouTube チャンネルをご覧の皆様、明けましておめでとうございます。どうでした去年は。そうですね、まあ僕としては、はい、去年はですね、はい、まあなんていうか、まあその COVID-19 のですね、はい、まあちょっとこう感染拡大みたいなのがあって、はい、緊急事態宣言が、はい、日本政府の方がですね、はい、すごくこう長い期間こう設けてしまったせいで、やってましたね、まあバンドをやって、まあこれはもう本当世界的にそのエンターテインメントとかバンドっていうのはものすごく動きにくい年だったんじゃないかなっていうのがあったので、はい、まあ我々ザ・バルブスとしてもですね、はい、まあすごくライブがまずできない、スタジオに集まるのも難しいみたいな。まあ、ありましたね。年末ギリギリね、配信ライブというか、配信、まあ、あれですね、まあ、収録したものを配信するという形のライブだったりとか、まあ、MV を数本撮ったりとかが、まあ、なんとかそれができた、みたいな感じで、過ごせた、まあ、1年だったかなと。はい、使われます。いやいや、めちゃめちゃ優等生な、ちゃんと喋れる人みたいな。2022年はですね、はい、態度を改めようっていう。それ毎年言ってますよ。手探りで始めた YouTube の方も、当初目標に掲げていたチャンネル登録者数1000人ね、こちらも無事達成することができて、まあ非常にこう自分らとしてはこうなんか新しいチャレンジがこう、まあ、やらざるを得ない状況ではあったんですけれど、まあ非常にこう実のある1年になったような気がします。はい、ちょっとまあ去年の収録したライブのことからちょっと言ってきますか。やっぱなんとかね、やってきましたんで、まあ最初も言ってもらったけど、まあコロナがね本当にあったんで、とか夏とかひどかったよね。動きを取ろうと、まあ多分これどのバンドも一緒だと思うんだけど、ね、エンタメ業界ね、みんなその例えばじゃあライブやっていいのかな、あダメなんだ、やっていいのかな、あダメなんだろう、その繰り返し、でまあ、もちろんそのバンドとかエンターテインメントの世界で人が集まらないというスタッフだったりでも、うん、まあ、ちょうどその去年とかはあったかい時期にあの、まあ、たまたまだけど映画の仕事をちょっと、まあ、受けていて、でそっちの方やったらやっぱりもうものすごくこうみんなこうデリケートになってるというか、動きづらいと、ある意味ヒステリックな状況でしたよね、まあ、現場的には、ね、まあ、映画なんかも特にそうだったね、まあ、人数すごいスタッフの人数も多いので、だそういう中でじゃあバンドにしても我々みたいな最小人数でやってるとはいえ、じゃあそれぞれにまあみんなまあ、家族がいたりとか友人職場とかいろんなつながりがあった中で、そうするとすごくそこにこうヒステリックな人もいるし、まあ、そうですね、いろんな人いますからね、地方の場合は、まあ、あんまりいい話じゃないけれども、東京に遊びに来るっていうだけでもう敬遠されちゃうみたいな友人がいたりとかして、地方の友人でね、だまあまあまあ何度かこのバルブスのチャンネルでも登場してる村田の兄貴だから関西じゃないですか。まあそうですね、だから一番ひどかった時は俺もそれでも出張で関西に行ったんだけど、東京から来てるっていうのをバレないようにしてほしいみたいな、まあ、村田から言われたわけじゃなく、そういうような声があったりとか。でね、まあ、あれなんですよね、10年続きましたねって感じですね。まあ結成した時はまあそこまで先のことなんてのはもう全く考える余裕はなかったので、まあがむしゃらにやってきた感じではあったんですけどね、気がつけば10年。うん、やっぱりね、その長く続けるのってもちろん本人のね、僕らの自分たちのモチベーションとか信頼関係とかいろいろね、大切なものってあると思うんですけれど、でもそれ以上にやっぱりね、こう、人との出会いだったり、つながりだったり、で、そういうのがあって、やっぱりこう、
続けさせてもらってるなっていう感覚はすごくあります。はい、ね、結局ね、あきらちょっと質問なんだよ、はい、僕はこの喋り方、はい、言葉があんまり出てこないんですよ。いや、だから別に頼んでないから。そこまでにしろとは言ってないから。あんまり言葉は数が出てこないんだけど、どうしたらいいかな。戻していただいても全然いいですよ。もううちらもね、言うてこう10周年イヤーだったんで、まああれやろう、これそうそう、めちゃめちゃあったんで、まあ、2020年末に、うん、そのライブ配信をやって、うん、まあライブストリーミングやって、 ね、でその時からじゃあ来年こうだねとかっていうのも話をしてたし、丸10年に対してスタートでしたからね。だから忘年会の時にも、まあじゃあ次はこれやってあれやって、うん、あれやりたいのこれやりたいのっていう企画自体は結構まあ出てたじゃない。で蓋開けてみて2021年になってみたら、いやこれできない、あれできないっていう、いそうっすね。でそうするともう企画はもう全部もう消え、立ち消えていって、じゃあ代わりに何をっていうので、確か去年は一番最初でその映像的なことでやったんだと、うん、MV を撮ろうと、うん、しかもバラバラで撮ろうっていうね、そうそうそう、集まらずにね、うん、配慮した状態でやりましたね。ありましたね、エトワールのその MV は一番最初それで撮って、確かに、もう本当そんな感じで、もうね、集まれずにライブをね、例えば配信でやるにしたって集まって練習しないといけないんだよ、我々。そうですね、だからやっぱそういうことがそもそもできないから、ここっていう目標もちょっと決めづらかった状態ではありましたね、去年は本当に。そんなわけでね、今日は、2021年最もこうね、運命的な出会いを果たしたエフェクターをちょっとね、ちょっとだけ紹介したいと思います。はい、これはですね、忘年会をリフューズでやろうということでみんなで集まってたんですけれど、その日に、ちょうどあれですね、発注をかけていた、予約して発注していた品物が入荷したということで、渋谷の、某フーチーズというですね、楽器屋さんにその品物を受け取りに行ったわけですよ。そのフーチーズではですね、そこのお店でしか扱っていない特殊なちょっとペダルがありまして、で常々気にはなってたんですが、もうずっとソールドアウト、入荷したらすぐ即売れっていう状態で、もう思想すらままならないという状況のペダルがあったわけなんです。はい、でまあそれをペダルがですね、前日にチェックしたら明日行くし見てみようと思ってホームページをチェックしたところ、やはりソールド、まあ入荷してないよね、年末だしっていう感じだったんです。で当日受け取りに行きました。そしたらね、置いてあるんですよ。ネットでは売り切れになってたのに。もうすぐ店員さん呼びましたよ。これ売り切れじゃないんですかと。そしたらですね、週の頭に入荷して、まだネットにアップしてないと。明日あたり、その翌日あたりに、紹介文含めて、ネットにアップしようと思っていたというところで。はい。出会ってしまったわけですね。ああ、これはやってしまったかもと思ったんですが、もうあれですね、気持ち的にはちょっと前振りがね、長くなりましたが、こちら、これはウォーズペダルと言えばいいのかな、それの BOD01 っていうね、完全にハンドメイドのペダルです。オーバードライブペダルなんですが、これ中がすごいんですよ。完全にノスパーツ、普段もともとそのヴィンテージのアンプですとか、そういったもののね、リペアとか、あとモディファイなんかね、そういうのをしている方のハンドメイドの品物なんですけれど、もう貴重なパーツしか使ってないっていう感じですね。はい、そしてすごいのが、つなぐだけでまず音が良くなる。まあなんでかっていうと、もうジャックからその中の配線材に至るまで全て貴重なもので、音質重視で構成されているので、オフにしてつなぐだけでも音が太くなります。そしてオンにすると、そこからさらにツヤと張りと抜け感みたいなやつがバッチリプラスされます。どんなエフェクターにも合います、これ。はい、最高です。
これ弾いてみたいと思います。またね、あの後日ちゃんとあのカリさんにソムリエするんで、これははい、その時に詳しくね、あのやってみたいと思いますけれど、とりあえず触りだけちょろっと弾きます。まあ2021年の末だったというところではないでしょう。そうですね、明らかに相談なんだけど、はい、僕この喋り方あんまり言葉が流暢に出てない。いやいや全然出てますって。全然頑張ってるんだけどどうしたらいいか。全然大丈夫、そのギリギリ感いいです。疲れますけど。疲れるでしょうけど、はい、疲れるだよな。まあでもそんなこんなで、まあ、今月まあなんかリリースします。来月もねリリースして、やっぱライブもね、忘年会でも言いましたけど、やっぱ有観客でねやりたいっていうあれもありますから。そうはでもさ、情勢を見るしかないんだよ ね。じゃあそのじゃあ我々がライブをやったことによって、うん、そのライブハウス内で起こったなんかだったらまだ責任取るの、うん、そうなの、以外に波及するものって、うん、ちょっと我々の手はもう完全に離れちゃうわけで、うん、そうなってくるとじゃあ気軽にやっていいもんかっていうものが一つ出ちゃうじゃない。そうなんですよ。でそこら辺はだからやっぱみんなメンバーね、うん、そこをどう考えるべきかみたいなのよく話出るけどね。まあそれを踏まえた上で2年間やってこなかったっていうのが強いんで、やっぱちょっとね、いかんせんなんかやってもみたいなね。私はもうちょっと写真撮ってきたいです。お、そのバンドの、ね、あ、そうですね。俺もその2020年、うん、21年って写真はまあその自分の仕事としての写真はずっと撮ってるんだけど、バルブスって考えると、ね、まあ、映像を撮る方に結構撮ってるというか、まあ実際あのリフューズってアルバムの方のリフューズをリリースして以来、うん、メンバー写真も撮ってないもん、ね、確かにあのアーシャ以来撮ってないですね。そう、あの後なんかスタジオライブ1回やってその時写真撮った以外は、うん、まあ、うちのサイトに載ってるバルブスの記事の写真とかは映像から抜いてるの、ね、まあ、確かにってなっちゃってるから、実際その写真を撮るっていう作業をそんなしてないなと思って、まあ、ちょっとバキッとね、そろそろアーシャも変えようかみたいな話もありますからね。そう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 、まあ、なんかそこら辺はもうちょっと、うん、写真を撮って、うん、まあ、なんだろうね、その写真をじゃあどこで出すのみたいな話もあるんだけど、結局バルブスはバルブスサイトがあるわけで、ね、もうちょっとフォトギャラリー的なことをやってもいいんじゃないのっていう。確かに、むしろその2020年、うん、21年はその、まあ、コロナの状況もあって、うん、YouTube の方もじゃあね、うん、サイクルを早めようみたいなのもあったから、あんまりその、そうですね、どっしり腰据えて写真撮ってないね、うん、バンドに対して。確かに、でそこら辺はもうちょっとやっていきたいなと思う、うん、はい、そんな感じで年明け早々、機材の話になってしまいましたが、年末トークでもちょっとね話してた通り、またちょっとね、一歩踏み込んだ活動でしていけたらなと思っておりますので、はい、その辺ねちょっとご期待いただければなと思います。
機材の話も変わらずやってきますので、はい、ついてきてくださいという感じです。はい。いや、そんな感じで今年もよろしくお願いいたします。まあもうやりたいことは山ほどあるんで、もういざやれるってなったらもうジャックポット状態ですよね。もういろいろあるんでね、ぜひぜひやっていきたいですね。ほんとにもうなんか、いやなんかどっかで小屋建てよ。小屋建てよ。バラッと建てますか。なんか小屋を建てるっていう企画をやるんで基礎からYouTube のね、長期企画としてなんか、ね、そうやれたらおもろいな。小屋建ててます。なんか撮影とかできるようなね。まあそういうのもね、ほんと普段から言ってますけど、この極上の大人の遊びみたいなね、そうことしたいですけどね、ほんとに。楽しんでやってますから、我々。何せよ、ほんとに。誰が一番楽しいかって我々ですからね。そうね、こういうのはほんとに。しょっちゅうなんかやりますけど。いやなんかでも。ほんと。楽しむって体疲れるんだよみたいな話ですよ。あ、まあそうですね。こう楽しむっていう字って楽と一緒だけど、楽じゃないから、ね、楽じゃないんですよ。楽しんでるだけで楽じゃないんですよね。いろいろ写真だったりね、あの映像を引き続き、あとはまあ新譜の方も出していけたらなっていうのがもちろんあるので、まあもろもろね、新しいお知らせだったりとかも SNS やら YouTube の動画やらチェックしていただければと思います。そうそう、締めたいと思います。もういい加減こうこの2人揃うともういくらでも喋れちゃうね。そうなんだよ。くないと思う。そう、普段悩みだもんね。いくらでも言えちゃう。話が終わんねえ。そう、いくらでも言えちゃうっていうね。はい、しょうがないんでね。はい、というところでもうここらでね、皆さんもいろいろお期待いただければと思います。はい、じゃあ引き続き、動画もね、超やる何やる、なんとなくもうそういうとこよ。2022年も、はい、あの改めないようなので引き続きね、はい、頑張ります。やっていきたいと思います。精進します。はい、それではありがとうございました。またの次の動画でお会いしましょう。失礼いたします。俺出れんのかな。できん。動画できん。